はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、海賊戦隊ゴーカイジャーデラックス海賊合体ゴーカイ王ということで、ゴーカイに合体って書いてありますけどもちょっと真似してみましたということで、発売は2011年、はい、2011年ですね。こちらが側面、そして裏面はこのような感じですね。マジドラゴンが一番最初におもちゃでも出てきましたし、本編でも出てきましたので、マジドラゴンの紹介も書いてありますね。そしてこちら定価が6500円。あれ、ちょっと待ってゴージュ人が6800円で、豪快王6500円で、300円安いじゃないですかこいつよりもこいつの方が300円安いって驚きですね。ちょっと僕個人的にマジ驚きですはい、そしてこちらの側面も大砲とかね、オープン開くよっていう感じで書いてあります。それでは開けて見ていきましょう。バカよいしょ。はい、さあ説明書、僕はこれ確か中古で2000円で買ったので、まあちゃんと揃ってるかどうかは分かんないんですけども、一応完品を買いました。そして保護者の方でオープンギミックをするとき、豪快に回せって書いてありますねそして説明書、今回もねちゃんとこの説明書を見て、こちらの説明書を読んで、ちゃんと読んでねやっていきたいと思います。そして今回はちゃんと豪快王ということでね、あんまりゆる動画にしたくないので、ちゃんと編集してやっていきたいと思いますので、では今からこれを全部取り出します。ではどうぞ。はい、ということで取り出してみました。どうでしょう、やっぱ5色って綺麗ですよね。いやーすっごい、やっぱ結構最近のロボでは一番豪快王が好きなので、久しぶりにこう手に取ってみるといいですね。かっこいいです。ではちょっと豪快ガレオン一つずつ見ていきましょう。このような感じになっております。すごいですよね。いいですいいです。おー何がいいんだよって、ちゃんと言えよと思います、と思ってるかと思いますが、それは個人の感想にお任せいたしますはい、このような感じですね。そしてでは次、豪快ジェット、豪快ジェッツ、豪快ジェッツ、はい、いいですね。ここはもう羽がカチカチ動きます。そして転がし走行ですね、転がし走行もできます。そして豪快トレーラー、はい、豪快トレーラーもこれが動きますね。前のこの部分が動きます。そして豪快レーサー、あれちょっと待って、はここがなかった、カタリンがない、あー気づかなかった。やっぱ中古で買うとこういうことがあるんですよね。うわー、ちゃんと見ればよかった。はい、皆さんも気をつけましょううわ、もげてるわ。あー、これはバラで買うしかないですね。バラでだいたい、まだ豪快王でしたら安く1000円とか500円で売ってるので、バラで買ってこれ取り替えましょう。はい、そして最後は豪快マリンということで、いいですね。これもすごいそういう感じが出てます。パカッといいですね。はい、それではちょっと合体準備、そして合体変形して遊んでみましょう。まず足の方から作っていきましょう。足はこちらですね、こちらを取り外します。ここはついてるだけですよね、カチッと。これを取り外して、このここですね、ここのジョイントをここにはめるとカチッと、そうするともう完成です。はい、そしてこちらは豪快マリン、これもここを展開してこれで完成ですね。簡単です。はい、こちらの豪快レーサー、豪快レーサーはタイヤをくるっとこっちでカチッと、ここでカチッと止まります。そしてカチッと止まったら、ここに拳がありますので、これを出してこれで完成ですね。ここにジョイントがありますから、これで手の完成です。はい、豪快ジェット、豪快ジェットも簡単ですね。こちらのヘルメット部分、これを取っていただいて、ここのハッチを閉じていただく、そうするともう自然と出来上がりですね。はい、そして最後こちらの豪快ガレオンですね、豪快ガレオンを変形させていきたいと思います。ガレオンの最初の変形の仕方ですが、こちらの真ん中の部分を開くと、パカッと
パカッと開いていただいて、このサーベルを取っていただきます。そうするともうここで顔が出てきますね。そしてここを回転させて胸のマークを出します。そしたらここですね、ここの部分も後ろに倒します。はい、これでもう完成ですね。あとサーベルなんですが、サーベルも2つで1組になっているので、これを取り外してここで、これで持ち手の部分が出来上がりましたね。はい、それでは合体させていきましょう。ではいきます。ガシッ。そしてこちらの足もガシッと、そしてこちらもガシッと、そしてこちらもガシッと、よいしょ。はい、そして最後頭ですね、こちら、これをウィーン、はい、完成いたしました。豪快王です。かっこいいですね。はい、かっこいいです。ただなんか、なんだろうな、なんだろう、ちょっとダサい。ちょっとめっちゃポロポロいっちゃいますね。なんだろう、あ、ポロポロいっちゃう理由はこのタイヤをちゃんと後ろに戻してないからか。あ、いいですね。はい、なんかちょっとだけ、バランスが悪いのかな。どうなんでしょう。もっとここが大きいような気がするんですよね、なんか本編のやつだと。ではサーベルを持たせましょう。こちらの方にこのサーベルを持たして、じゃあこちらはこのサーベルを持たせると。そうすると、おー、いいですね。でも様になりますね、かっこいい。はい、それでは豪快王一番の目玉のオープンギミックやろう、ちょっとやってみましょう。では回転してちょっとやってみますか。いきます。かわいい。ちょっと今かわいかったですね。今僕これくる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 って一回転回したんですけども、全員なんかこう順番に開くんですね。こう一斉にドカンじゃなくて、なんかかわいくパカって開くんですね。ちょっとじゃあ一斉に回してみましょう。一斉に回してどうなるかちょっとやってみますか。いきまーす。お、いった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 。うまくいきましたね、今のは。かなり迫力あります。で、やっぱこれ単体でこうやって遊ぶと大したことないので、やっぱりマジドラゴンとか、ちょっと今頭下がってますが、このマジドラゴンとか、ガオライオンなど周りにいる奴らと遊ぶともっと楽しいよっていうことですね。はい。ではそれは次の動画でちゃんと作ります。もう全部合体させます。もうこれが一番のお楽しみですけどね。では、次回またお会いしましょう。では、今日ご紹介したのはデラックス海賊合体豪快王でした。チャンネル登録、評価の方お願いします。ではまた明日。